はい、どうも全国のスラッシュアックス界の皆さん、こんにちは、リュウです。さあ本日はですね、スラッシュアックス界の革命児コンクエスタというね、元気瓶スラッシュアックスについてご紹介していきたいなというふうに思ってます。装備紹介の詳細は、中間に挟んでおりますので、テロップで何分ぐらいから始まるか出しておきます。とにかくですね、この元気瓶っていうのがめちゃくちゃ強いですね。一応ですね、いろんなスラッシュアックス使いまして、麻痺スラッシュアックスとか、まあ、強撃瓶スラッシュアックスとかいろいろ使ったんですけども、使ってる感じ、この元気瓶スラッシュアックスがマジで強い。この元気瓶っていうのがどういう瓶かっていうとですね、モンスターにはですね、疲れやすさとかひるませやすさっていうのがあるんですね。それがまあ元気ゲージっていうんですけども、この元気ゲージを結構溜めやすくするっていう、そういうゲージがありましてですね、とりあえずね、電網転がしをぶつけて、でチャージしてるんで、ちょっと鬱陶しいんで、これ一回とりあえず頭ぶん殴ると。電網転がしはちなみに2回ぶん殴ると気絶入るんで、頭結構ね、頻繁に使ってください。これはここにある電網転がし最強なんで、なんなら一番強いまである。それがスラッシュアックスなんて使ってないで電網転がし使うみたいな話はある。でこれで元気瓶が装着されてるんですよ、このスラッシュアックス。これ元気瓶のいいところは溜まりやすいんですよ。非常に覚醒させやすい。つまりですね、パンパン攻めがしやすいと。はい、またひるんだ。ひるみまくるんですよ、モンスターが。ちなみにこのクエスト中、ジンオーガ選手1回も帯電しません。超帯電状態なりません。あまりにもひるみすぎて。さあまた張り付いていく。脳死張り付きよ。はい、またひるんだ。はい、またひるみました。ひるみすぎ。おい、ああまたひるんだひるみすぎなんだよな。どんだけひるむっていうか、ほんと面白いようにモンスターひるむんで。でここでゴリ押ししていく。さあパン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 ドーンと。ワールドの時はね、この戦術が一番強かったんですけども、さあスラッシュチャージャーを使ってしっかりとチャージしていく。さあしっかりとそんなお手はしっかりと避けて、ああまたひるんだ。もうね、ひるんで逆に攻撃当たんねえみたいな話もあるんですよ、ひるみすぎて。これちょっとね、頭に当たり判定ないんで、頭チャンスですね。さあ飛びかかき選手来た。さあこれちょっと調子乗りましたね、ちょっと調子乗った若干。さあまた疲れた疲れた、これすぐ疲れるんですよ、本当にモンスターがびっくりするぐらい。でここで飛びかかき選手の尻尾がぶっち当たっていく。ジンオーガは別に強くないけど、飛びかかき一番強いっていう話ありますからね。さあジンオーガにしっかりと乗って、で飛びかかきにぶつけて、飛びかかきに乗っていく。これね、元気瓶の何が強いかっていうと、元気瓶って気絶値もちょっとだけ溜まるんですよ、モンスターの頭に張り付いたりとかすると。なんでもちろん疲れさすくさせるっていうのと、ひるませやすくなるっていうのもあるんですけど、気絶も取れるんですよ。強すぎませんか、バランス崩壊か。明らかにバランスが崩壊していると。大丈夫かカッコン。さあここでしっかりと研ぎ、研ぎをね、入れないと。今回ですね、ちょっと後で説明しますけど、あ、ほら、ここで気絶入った。これ元気ゲージのおかげです。あれなんですよね、切れ味がちょっと弱いので、この武器。ただちょっとね、回避距離アップとかに振ってる都合上、技物とか、ああいうの入んなかったんで、これしょうがないですね。まあでも、砥石を高速化あるんで、全然大丈夫です。ということで、ドカーンと。またひるんでいく。しっかりと突き刺して、パンパンしながら気持ちよく、自分が気持ち、あ、これ調子乗りましたね、これ調子乗った。自分が気持ちよくなるためだけに組んだらめっちゃ強かったっていう、そういう武器なんで。これまたそこで張り付いていく。さあちょっとお手はね、ごしょうがない。そんなのはしっかりとひるませで、絶対に帯電させません、意地でも。これね、元気ゲージめちゃくちゃ溜まってるんで、すごいモンスターがひるむじゃないですか。だから全然帯電状態になれないんですね。帯電行動を行わせてくれないという。さあしっかりと落とし物を拾っていく。これがね、使ってる感じ、今作最強スラークと言っていいんじゃないかなと思ってますね、個人的には。麻痺スラークとかも一応使ったんですけどね、やっぱ元気の方が高速力というか、狩りやすさが違ったね。マヒスラークワールドの時めっちゃ強かったんだけど、ライズは元気かなという。まあワールドの時も元気スラーク強かったよね、全然。
味方これしっかりと張り付いて、でもう一回行く、でこれ調子乗った、はい調子乗りすぎるとこうなるんで気をつけてくださいね。さあそろそろ溜めないといけないんですけど、あーもうこれあれです、禁止です、捕獲します。さあしっかりと落とし穴をはめて、捕獲用麻酔を投げて、はいクエスト終了と。すごいでしょ、もうほぼ何もさせてないと言っていいでしょ、これモンスタージンオーガに。まあ強いんですよね、まあ見ていただいたら分かる通り、ものすごい量をひるむし、でものすごい気絶も取れるし、でさらにこのタイムで枯れると、今ね何分だったっけな、5分ちょっとだったと思うんだけども、まあちょっともうちょっとですね切れ味を補ってあげればタイムは縮まると思いますね。ただ僕はあの快適に狩る、自分が気持ちよくなるっていうことを、まあ、重視してるんで、回避距離アップとか入れてますけど、これ5分26秒です。強くね、この武器最強だわ。早速装備紹介いきましょう。さあ装備紹介やっていきましょう。私の今つけてるスキルはこんな感じになってるんですけども、必須スキルから先に説明しますね。強化持続レベル3、ストメルダッシュレベル3、砥石を高速化レベル3、高速変形レベル3、これだけです。これだけ一応必須なんで、まあ、ここだけ入れていただければもうあと何でもいいですね。回距離アップレベル3とか攻撃7とかはまあ趣味なんで、まあ、この辺はちょっと皆さんのお好みでって感じですね。で、強化持続、あ、上から説明しようか。攻撃レベル7は今作からね攻撃がめっちゃ強くなって、なんかレベル7にまで上げると攻撃力 1.1 倍できるんですよ。まあ無属性攻撃強化みたいなもんですね。で攻撃力にプラス10してくれるっていうので、まあ、あの会心とかも積んでいいと思うんだけど、私のスラッシュアックス の運用方法は基本的にパンパンするという、パンパン攻めになるっていう、そういう運用方法なんですね。パンパンして気持ちよくなると。でパンパンする箇所意外と弱点じゃなくなっちゃうことあるんですよ。結構ねそれだと弱点特攻とかあまり意味なくなっちゃうんで、なんで会心じゃなくて攻撃力をシンプルに上げています。私はパンパンせずにね、弱点をずっと殴れるよっていう人であれば、ここ会心とかにして、超会心とかにしてもらってもいいのかなと思ってますね。はい。で強化持続レベル3はこれワールドの時と変わってなければっていう話なんですけども、覚醒状態、スラッシュアックスっていうのは覚醒すると追加ダメージが入るんでめちゃくちゃ強いと。覚醒状態にどんだけ早く持っていけるかっていうゲームなんですけども、この強化持続が倍になれる、時間が倍になるんですよ。ワールドの時はね2倍だった、強化持続レベル3を入れてれば。なんで、まあ、ライズも変わってなければ倍になるはずなんで、まあ、めっちゃ強いんで。なんで、強化持続レベル3は入れてくださいと。で、ストレダッシュレベル3は、これ今回元気瓶なんでね。テーマは、疲れさせやすくするっていうのがテーマなんで、まあ、これもレベル3は絶対積んでください。まあ、しかもこれ、1スロットなんで入れやすいと思います。はい。で、回帰レベル3、これは趣味です。これね、まあ、ちょっと後で修練場でちょっとやってみたいなと思うんだけども、これめちゃくちゃな距離稼げるんですよ。なんでスラッシュアックスっていうのはガードもできないし、全部の攻撃を回避で避けなければならないと。そこで回避ラップレベル3あるとねめちゃくちゃ強いんだよね。どんな攻撃も大体範囲外に抜けれるんで、でしかもこれ抜けれるだけじゃなくて近づくこともできるんですよ、モンスターに。めっちゃモンスター動き回って逃げるっていうことあるじゃないですか。それでもねどん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 近づいていけるっていう、これがすげえ強いです。はい。なんでちょっと一回使ったらちょっと病みつきになっちゃってて、今回避ラップレベル3ないと生きていけないみたいな話になっちゃってるんで、なんでレベル3入れてるっていう感じですね。で、砥石を高速化レベル3。これね、今回の装備は、一話のテーマはね、切れ味なんですよね。切れ味がすぐ終わっちゃうんですよ。パンパンしてるんで。パンパン攻めするとめちゃくちゃな速度で、切れ味なくなっていくんで、なんで、砥石を高速化3はあった方がいいかなっていう。まあ、ここ抜いて、回避ラップレベル3抜いて、技物とか入れてもいいかなと思ってますね。はい。五人剣魔とか、そういうのあってもいいと思います。ちょっと入れられなかったっていうだけです。俺は。で、高速変形レベル3。これはね、バカ強い。なんならこれもが一番強いまであるね。高速変形って要するにスラッシュアックスの変形切り R2、違う、ZR か。ZR で出る技なんですけども、これが速度 1.3 倍になるってことで、ちょっとこれ後で修練場でやってみますけど、ものすごい速度で変形するんですよ。早送りしてるのかなみたいな感じの、動きになるんで、これはね、あった方がいいですね。はい。で、弱点特攻レベル2、これは趣味なんですけども、一応ね、頭に貼り付けた時とかは会心出るんで、まあ、入れられるんだったら、あった方がいいかなっていう感じのスキルですね。はい。で、あとは全部おまけみたいなとこですね。で、ひるみ経験レベル1は一応入れてます。これマルチで戦う時に、あっていう、ひるんじゃうことがあるんで。まあ、スラッシュアックスだと結構スーパーマンついてるんで、これなくてもいいかもしれないですけどね。はい。一応お守り程度に入れてますと。
という感じですね。で武器なんですけど、これねコンクエスタがねまあ強い、めちゃくちゃ強い。これね素の元基地だとね、いくつなんだっけな、あのもうちょっと低いんだけども、これあの元気強化してるんですよ。100竜で装着瓶強化っていう、こうすることによって元気瓶の元気値がなんとね属性値56っていうね、やべえ数値を叩き出せるんでめちゃくちゃ強いです。で防御力ボーナスがついてくるのも結構美味しいですね。で回収率はないですけど、まあ、切れ味は青がちょっと長いみたいな。でもこのね青もねすぐなくなるんだよ、あのパンパンしてると。なんでここの切れ味をもうちょっとね伸ばしてあげると、まあもうちょっと快適になるかなっていう感じですね。合人研磨とか、まあ、匠とか、そういうのを入れられるんだったら入れた方がいいかなっていう感じですね。まあ、僕は今あの回避距離アップレベル3をバチコリと積んでるんで、そういうので回避しながら砥石を古速化で砥石してやっていくっていう運用にしてます。で防具はシミュレーターかけていただければ、まあ、別にいいんですけど、こういう防具になってますよっていう感じですね。で護石は僕の場合は回避距離アップレベル2と装填速度レベル1とかいうどうでもいいスキルプラススロットが2個ついてるっていうお守りにしてます。これはまあ皆さんのねお持ちの護石によってシミュレーターをかけていただければなというふうに思ってますんで、はい、よろしくお願いします。で一応まあ多分対戦中でも説明してると思うけど、この元気瓶っていう装着瓶の特性について説明しとくと、瓶っていうのは、まあ、強撃瓶、属性瓶、なんかその特殊瓶みたいな、その3つがあって、覚醒させやすさが違うんですよ。強撃瓶は覚醒しにくいです。その代わり攻撃力が、1. 何倍だっけな、だから上がるんですよね、攻撃力が。攻撃力が上がる、まあ、ちょっと攻撃が強くなるみたいな感じです。強撃瓶は溜めにくい代わりに。で、強属性瓶はその次に覚醒が、させやすくて、属性値が高くなるよっていう。で、元気瓶とか、麻痺瓶とか、毒瓶とかっていう瓶は、特殊瓶なんですけども、これ、覚醒がさせやすくなるんですよ、とにかく。スラッシュアックスって覚醒状態になると、追加ダメージが入るんで、追加ダメージが入るっていうことは、実質火力が上がると。なので、瓶はね、特殊瓶がね、一番ね、使ってて気持ちいい。すぐ覚醒するから。はい。なんで、まあ、コンクエスタとかね、ナルガの毒瓶の、スラッシュアックスとかは強いと思いますね。はい。早速ちょっと修練場行きましょう。さあ、修練場来たんですけども、回避距離アップどんぐらい強いか、このぐらい、こんなに伸びます、これ。すごいでしょ、この伸び方。これ、回避して、ここまでいきますからね。こんな離れられるんですよ、モンスターから。回避距離アップレベル3、めっちゃ強いんですよね。ちょっとですね、検証で爆弾を置いてみましょうか。まあ、とりあえず切ります。で、モンスターから離れましたと。でここにちょっと、大垂れ爆弾を置いて、これが回避距離アップレベル3。こんだけ離れられるんですよね。これさすがにね、どんな攻撃でも避けれます。ラスボスの攻撃とか、なんか広い攻撃、広い範囲の攻撃とかも全部避けれます。はい。これがあれば。で、回避距離アップレベル3がない状態でちょっとやってみましょう。今ね、装備全部外したんですけど、まあそもそもこんだけしかいかないからな。で、こう切って、ペッペッってやって、で、ここに爆弾を置くと。はい。こんだけ違うんですよ。見てください。回避距離アップレベル3、こんだけ違うんですよ。こんなに距離離れられるんですよ、レベル3。これはね、攻撃当たんねえですね。まあ一応、プレイングスキルがある人は、別に回避距離アップレベル3つけなくてもいいです。ただ、僕みたいにね、一般プレイヤーの、方であれば、回避距離アップレベル3つけとくとすごく安心ですよと。で、この回避距離アップは防御だけじゃなくて攻撃にも使えると。で、この辺でさ、モンスター切ってたら、モンスターがなんかバックステップとか逃げたりとかして、あそこまで行きましたと。四つ目宿のところで行きましたって言った時でも、回避を2回挟んだらもうここまでいけるんですよ。早いでしょ。モンスターに張り付いて、攻撃をすることができると。こう、変形とか入れながらね、こう行けば、なんかすごいね、張り付けんのモンスターにすぐ攻撃できる。これがやっぱ強いところなんですよね。手数が増えるっていうか。なんで、まあ、実質火力スキルと僕は捉えております。生存スキルであり、火力スキルでもあると。いうことですね。で最後にですね、この高速変形レベル3っていうマジでやばいスキルについて、これ普通に攻撃しますね。まず最初、はい。で三角と今 A しか使ってないです。このぐらいの速度なんですよ。なんかちょっと遅いんですよね、攻撃。まあ別に悪くはないですけど、そんなに強くはないみたいな感じなんですけども、これ R に押しますね。急に世界が早送りになるんで、いきますよ。わかります早いんですよ。この手数ですよ。クソ早いでしょ。
これやばいんですよね、この速度で攻撃が出せるのは。なんで、高速剣技さんを積んでるんだったら、もう R2 を脳死でモンスターに向かって押してるだけでも強いっていう、これだけでなんならモンスター10分以内ぐらいで討伐できます。これめっちゃ強いです。でしかもこれ連打しとけば、適当にスラッシュゲージもたまるんで、ね、で回避距離アップでこう逃げて、でまた張り付いて R2 から殴っていくみたいな、こういう戦法でも全然いいと思いますね。なんで皆さん使う場合はですね、R2 結構使ってください。めっちゃ強いんだよこの R2 ね。移動距離も稼げますしね、こうやって。なんでこの高速変形レベル3をつけながら、R2 でこうモンスターと戦っていくっていうのが、スラッシュアックスの、一番強い使い方なんじゃないかなというふうに思ってます。はい、以上です。動画はいかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんも使ってみてください。スラッシュアックス使いが増えることを祈っております。一緒に借りたい方はぜひ、メンバーシップの登録をお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。